長崎県道15号先島大島線は長崎県西海市を通る県道である。西海市の旧、先都町内では炭鉱住宅として使われていたハイアパート群が沿線に立ち並ぶ。霊浦島西端部や霊保安沿岸を除くとに車線化されており走りやすい。起点は先都島東端の本郷にある。先都島内をさらに横断する指導が続いている。本郷橋で 霊浦島に渡り、センターラインなし区間を越えると、2車線の上り坂で、霊浦島南部の大地に登る。かつては、炭鉱住宅が放置されていたが、徐々に解体されている。炭鉱跡地の一角は、公園として整備され、北緯33度線にちなみ、サン,サン元気ランドの名称で解放されている。霊保湾を先飛ばしで渡り、ループ線で、霊保湾沿岸に下る。 先と橋そばのダイヤソルトは、先との炭鉱開発を推進した三菱工業産加にあった、生炎工場。ダイヤソルト前の沿岸道路は拡張できず、センターラインなしとなっている。霊浦島の北部から中切れ大橋までの区間は、北岸沿いの振動に切り替えられている。沿線には、商店や公園が散見される。一方、県道から降格した旧道は、尾根筋を登る。 山岳路線だが、集落があり、先と中学校も位置するため、再開交通の路線バスは、旧道ルートを通る。大島へ渡る中切れ大橋は、新旧日本が並立し、新橋は自動車用、急橋は歩行者、自転車用に分かれている。大島に入ると、二度の山越えを除くと、南岸沿いに付設されている。 大崎高校からクリーンセンターにかけて海岸線を通るが沿岸の防波堤は高く、眺望は良くない。総合公園から特満にかけての山越えコース付近から民家が建て込んでくる。大釜海水浴場入り口から大島、中学校までの 1km は直線区間となっている。沿線は住宅街で商店街は山側に位置する。長崎県道243号。 寺島ま込め線が合流するま子交差点で左折し、大島大橋が開通した1999年まで大島の玄関口であったま込港で終点となる。ありがとうございます。